東日本大震災による津波などで甚大な被害を受けた岩手県大船渡市で成人式が行われました。震災後だったので、こう連絡が途絶えていた人とかとも会えたのでよかったです。将来こうやってこの地元に貢献できるように頑張りたいなと思います。会場となった大船渡市の会場にはおよそ480人の新成人が華やかな振袖やスーツに身を包み、久しぶりに再会した友人たちと成人式を迎えた喜びを分かち合っていました。式典では震災の犠牲者に黙祷が捧げられ、その後戸田市長が活力ある皆さんの力が明日の大船渡を担う復興の原動力として大いに期待していると花向けの言葉を送りました。新成人たちは大人としての自覚を胸に刻み、ふるさとの復興を担う社会人の一員として決意を新たにしていました。